ありがとうございます、表彰状。ありがとう。ありがとうございます。皆さん、今日の表彰状ください。なんかずっとえみ太郎ちゃんを見張ってた。いや、違うよ。何が、顔じゃないよ。ありがとう。自分もそうだけどさ、あんなに ななちゃんとか振り回してで警察沙汰にもなってさ、で結局そのえみ太郎ちゃんに戻るっていう、嫌われる勇気すごいなって思って、いや普通できないよあんなの。そこがかっこいいなって思っちゃった。私できないもん。いや好きとかそういうのじゃなくて、私はできないから。いや配信者魂じゃなくない？ありがとうイルミネーション。私もだって嫌われたくないもん。嫌われるの怖いもん、やっぱタヌキに。だから、まあ、素敵だなって思った。素敵なカップルだなって。いやその嫌われる強さ、私は弱いんだよ。だからルイージ最低だから、私も次は恋愛する時はそのやっぱりリスナーさんの意見も大事だけど、なんか自分の気持ちに正直にな、だってやっぱ恋愛するのって自分じゃん。リスナーさんが恋愛してるわけじゃないじゃん。素敵だなって思ったの。えみ太郎ちゃんが面白い。でやっぱこういうのってやっぱ荒れるしね。何歳まで配信や年齢関係ないからね。いやそこは違う、配信者っていうか人としてってことかな。でやっぱやっていくとねいや純粋だなって思った。逆に純粋だなって。ありがとう表彰状ありがとうございます。皆さんください、表彰状を。つけること元からできるから若するんだよ。いやだってさ、いやアイテムとか飛ばなくなったりするんだよ。復縁したからアイテムもう投げないねとか離れますねとかあるんだよ。人としてってこと、付き合いたいとかじゃなくて。いや関係ないよ。だって吉江さんだって今80歳だっけ。マユとの何74か。年齢なんて関係ないよ。ありがとうございます10倍ね。いやどうしよう、私まだ寝てないんだよね。また昨日変な時間に寝ちゃった。あ昨日何時に寝たっけな。あ昨日昼間に寝たんだわ。くるちゃんに知らないよ。みんな語弊してる、男としてか、ね、私そう思ったけど本心だけど。みんな寝てない、今起きた。なんでかっこいいか、思ったことを言えるところがかっこいいってこと。んじゃあそれが例えば恋愛とかじゃなくても、あこれ言ったら嫌われちゃうだろうなとかさ、叩かれちゃうだろうな、計算高くないよ。だって奈々ちゃんまで振り回してさ、結局も謝りに行くっていう、わすごいと思った。でもなんかなんでたくまくんにみんな援護してたんだろうねなんでたくまくんが、あ擁護って読むな、援護だと思って。ありがとう表彰状。いやでもルイジさんってモテるよ。だってめちゃくちゃ綺麗な女のことばっかしてるじゃん。なんかこうギャルが好きそうな。いやどこかっていうか、だってじゃあなんで毎回あんな女の子連れるの、ナンパとか。ありがとうね連れてなくね。いやなんか若い子、若いギャルをだってほら閲覧でってなんかこのさ世界だったらさ、わかるけどさ、一般人からすると閲覧って何って話。
いや私は全くタイプじゃない。私ずれてる。今日さペヤング何時に食べようかな。確かにペヤング何時に食べようかな。眉ルイージがかっこいいならもう応援しない。だからもうそれがもうラジコンじゃん。誰かをかっこいいって言っただけでもうさよならとか、もう怖いからね、こっちからすると怖いわけよ。もう応援しないとかさようならとか結構あるんだよね。だからこういうのにも嫌われる勇気みたいな、そういうことを言いたいわけ。私そういうところを言ってんの。別にルイージさんがとかじゃなくて、これ伝わんないかな、ちょっと難しい。これそう全然ちょっとね、ちょっとね分かってない。みんなちょっと分かってないかも、私の言いたいこと分かってない。まあでもいるね、なんかそのこう ラジコンにしてくる人も確かにいる。ありがとうね。まあでも別になんかその今回の喧嘩の件ってお互い様なんじゃない。どっちもだって付き合ってて男気女気さ、別れてさ、まあ、どっちもどっちから、それにはなんとも思わないけど、なんかちゃんと気持ち言えたところはすごくない、ね、そこは別にじゃん。どっちが悪いとかなくない。ただあのカップルにみんな振り回されちゃってね、ゼロマユ見てるみたいな昔のね。ありがとう、ありがとうございます。綺麗な方からありがとうございます。皆さんよかったらあのメダルが欲しいな。メダルが3位になっちゃった。昨日1位だったのに。おはよう。女ポン女って何。でもさ結局なんかそのまあ、多分荒れる、多分ねどん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 荒れていくんだよ、このね繰り返していくとね、どん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 。やっぱありがとうございます。なんでルイージはカエルが向くだから、好きだからだよ、それだけ。私はだからかっこいいっていうか、私もルイージさんみたいになりたいなって思った。ルイージさんみたいになりたい。だから次恋愛するときは思ったこと言う。ゴーコありがとう。あーおはよう、ありがとうございます。今から寝るの、マジで。私どうしよう、何時に寝ようかな。バファリンってフワで空気、フワっていうかあの人はツイキャスの人でしょ、ツイキャス配信者です。したいよね。だからなんかもうなんか お金とかリスナーとかを意識しないでさ。ありがとう、あーありがとうございます。マー君普通に恋愛したいね。私次はルイージさんみたいになる。あルイージさんになりたいじゃん。性格だから無理で、ルイ、まあ、でも見る目ないかもね。眉は見る目ないかもね。何を言ってんのさっきから。ありがとう。食べてなかったよ、あのワールドカップで興奮しすぎちゃって昨日の昼まで飲んでて、さすがにちょっと30歳の女が昼までってきついよ。来るがゼロ眉の暴露あるって、こっちはルイージ、ルイージとエミタロちゃんの話してる。でもみんなもうあれだね、あのルイージさんとエミタロちゃんの話題しかなくない今日の配信って。田中葵って誰。でも本当にさエミタロちゃんってやばい、面白いんだけどさ、本当に男が好きなんだな、認められないね。ていうかなんか2人が、2人がっていうか太郎さんと拓真とルイージさんがなんかみんな言ってることが違うんでしょ。だから本当のことが分かんないでしょ、それカメラを見ない限り。でも私あんな血だらけになったらなんかかわい、そこまでやんなくてもいいじゃん。2人でおじさん1人をさなんかやり合ってたってこと、21でってことでしょ。なんか普通になんでそれでたくまくんを擁護してたのってなんかたくまを守るみたいなか、ね、してないんだけど。何だから暴露があるんだったらくるちゃん言えばいいじゃん。
なんで私がなんか詰められてるの、なんで私がなんか責められてるの、どうして、なんで私って最近こんな踏んだり蹴ったりなことばっかなの。だからその結局だからそのなんていうの、匂わせるとさ、なんかこっちに絶対に絶対的に来るじゃん。で私がなんか謎に叩かれるじゃん。だからもう言いたいんだったらなんか言えばいいし。まゆちゃんルイージ派だったんだね。え、だから そういう意味じゃなくて、あの人としてちょっと一瞬あのルイージさんのことを尊敬したってこと。でも私エミ太郎ちゃんも思ったこと言うじゃん。例えば飲みの場に行こうとしたりとか、あのなんかお互い似てるよね。ありがとう、おはようございます。なんか寝室さ漏れるんだよね。寝室が漏れる、いいなって思った。え、多分これはちょっとねみんなわかんないよ。これはね私だからその自分がそのカップルで何やったこと、なんかそのカップル配信を経験してるじゃん。そういう目で見て、わすごい私だったらこんなことできないってこと。クルは最初から眉嫌いだって、だから コラボしないんだとよ。クルちゃんにコラボ断られてもないし、なんかな何が本当か分かんなくなるよね。何を信じたらいいのか。ありがとうございます、カラフルライト、ありがとう。うち眉のとこって特にそうだよ、あの嘘ばっかりだから。もういいよ、お前のこと嫌いだよ嫌いだよって。なんでそんなことを言われなきゃいけないの。いろんな人お前のこと嫌いだよ嫌いだよって、お前のことブスだと思ってるよとかさ、嫌いだよとかさ、なんでみんなそんな言ってくるんだろう。わかんない、嘘だろうが本当だろうがわざわざ、そうそうそう、いやあるんだよ、お前のこと嫌いだよ、お前のこと顔可愛くないと思ってるよとか、お前とやれないよって思ってるよとか、お前とコラボしたくないよとか、お前の顔整形失敗だと思ってるよとか。あ、参考のありがとうございます。あ、そうなんですよ、ありがとう。え、これ本人ですか。めちゃくちゃ綺麗な方ですよね。すごい綺麗な方にもらっちゃった、ありがとう。いやー なんだろうね、それ伝えて なんか どうなん、勘違いばっかしてる。え、だからその勘違いって何、私普通に喋ってるだけでなんで勘違いってなの。勘違いっていうのは、私は例えばウイタンとかちゃんに嫌われてると思ってないから勘違いするなよ、お前のこと嫌いだからなってこと。いや、そう、性格悪すぎるよね。なんか逆になんか性格が悪すぎちゃって、なんかこう本当にこう、ありがとうね、ここカラフルライト、ありがとう、マックン、ありがとうね、フォローした。そうなんだよね、うん。いやなんかね、やっぱ出会うことない種族ってそういう考え方ってあるんだみたいなね。おはよう。絶対に人生生きてて、あ、そうなんですか、ご高投げありがとうございます。本人なの、めっちゃ綺麗ですね、めっちゃ綺麗ですよ。 もったいない、配信やったらすごいガチ声が増えそうな。嬉しい、眉のリスナーさん可愛い子が多いんですよ。でもそれも勘違いするなよって、眉のこといろいろ言ってるけど一番やばいのお前らだよって。え、てかなんか前になんかあの誤爆した人のプロフィール見たの、なんか眉ディスの誤爆 の本当にやばいやつだった。なんかお薬さんとなんか、あ、こいつやばい、近づいちゃいけなさそうなプロフィールで、あ、こうやっぱこういう人が書いてるんだなって。評論家じゃないんだから眉のでいいんだよ。まあね、だって眉の配信だしね、全部眉の見解じゃん。だってこれ眉の眉配信なんだから。そうなんだよね。だけどね、結構ね指摘される。しとくか、可
愛いっていう、いつもハニーちゃんは、私だからいつも配信やってなかったらもうずっとここに、だ配信やるからしゃーなしあっちのリビングにいるぐらい、配信会もずっとここにいる。しかもここのここ私ここ住んで3ヶ月じゃん。ここ電気つけて生活したことない。ずっとこの照明だけで生活してる。ハニーちゃんここならずっといるもんね。来るかバレンタさんか賛否したって暴露したの？マジで？マジかよ。賛否したって？それどんなプレイなの？ちなみにどんなプレイって言ってんの？どんなプレイそれ？気になるんだけど。気になってきた。賛否したの？元嫁と元カノと？いつしたのちなみに。ちょっと気になってきたねうちら。いつどんなどっちが入れられてんのちなみに。ちょ笑っちゃうから。ありがとうひなしゃじゃ。あそうなの冗談なの。なんなのその冗談って。なんなの。するって暴露するって言ったり暴露しないって言ったり、なんか私で遊んでんの？賛否したよとかさ、ネタぶっこん、何がしたいん？賛否と聞いて、まあそうだね。特に前の枠って嘘ハトばっかりだからさ、何が本当かわからん。鵜呑みにしてもね。配信人生が終わる？おはよう。あ、それも嘘なの？もういいよじゃあ。もういいよ。ほら始まった。男配信者に汚いから。